では安達靖衆議院議員よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ご紹介いただきました日本維新の会代表候補の安達靖でございます。いよいよねこの代表選挙も14日に告示をされて最終盤を迎えてます。特に一般党員の皆様は郵便投票ですね、郵便投票だから愛知県の皆様、名古屋を含めて愛知県の皆様は明日中に投票をいただければ26日間に合いますんでね、明日中って言ってもねポストの集荷の時間があります。そこにある赤いポスト、そこにある赤いポストは最後の集荷が19時10分って書いてあります。だから明日の19時10分までにあのポストの、集荷の時間をご確認いただければ何時まで、間に合うかということをご確認いただきます。ぜひご協力ご支援お願いしたいと思います。さて皆さん、今回の代表選挙は同じ世代の馬場さん、そして私足立、それから少しね世代が若い梅村瑞穂さん立候補させていただいております。橋本さん、松井さんに比べるとねまだまだそれは皆様誰やったかなと知名度はないかもしれませんが、これまでのオーナー政党、まあカリスマ的なリーダーが率いるオーナー政党から本当にこれから近代政党、国政政党、代表が誰になっても、例えば自民党を見てください、総裁が誰になっても自民党はね揺るぎません。あ、最近ちょっと旧統一教会のことでぐらついてますけれども、しかし党と政党というものはそんな代表が誰かでぐらつくようではダメなんです。日本維新の会もこれから日本の柱となっていくために橋本さん、松井さんに次いでこれからそうした近代政党にしていく、全国政党にしていく大きなステップにしていきたい、そんな思いで今日はマイクを握らせていただいてますので、ぜひ皆さんこれからもこれまで同様、そしてこれまで以上に日本維新の会へのご支援お願いをしたいと思います。ありがとうございます。愛知もね参院選も本当皆様に大きな力をいただいた、席配をいたしましたが、まだまだこれからしっかりと私たち党を挙げて愛知の発展、そしてこの中朝東海の発展のために力を尽くしてまいりたいと思います。先ほど申し上げたように馬場さん、足立君同じ世代でありますけどね、先日、いろいろ世論調査がありましてね、毎日新聞の調査では私最下位です。最下位、ね、でもね毎日新聞はデマばっかりですから、このね大阪都構想でデマを流したあの毎日新聞ですから、この世論調査も間違ってんちゃうかなと私は勝手に一人で思ってますが、それとは別に先日若者協議会の調査がありました。20歳以下、要は若い世代、その3分の1ぐらいはまだ有権者でもない15歳、16歳、17歳の皆様を対象にしたこの3人の方で、ね、誰が一番日本維新の会の代表にふさわしいですかという調査がありました。私1番でしたすいません、馬場さんには申し訳ないけど馬場さんは最下位、ね、まあ毎日新聞は馬場さんがトップ、若者協議会は私がトップ、まあいろいろねございますが、私はね嬉しかった。やっぱりこれから未来を作っていく若い方、まだ投票権がない未来の有権者の皆様にご支持をいただけた、それもね理由がちゃんと書いてあるんです。私のツイッターに上げてありますのでぜひご覧いただきたいと思いますが、私はやっぱり私が申し上げていること、これは必ず日本の未来、維新の未来だけではありません。私の訴えていることはこの愛知中共東海、そして日本の未来のために絶対に必要である、心から確信をしています。28ページのね
分厚いパンフレットを大枚はたいて印刷をしました。もうねだいぶはけちゃってないんですが、その中で私が一番力を入れてきたのは年金制度です。なんか皆さんね、年金制度というとなんかお年寄りの方のためだと思うかもしれませんが、全く違いますよ。今申し上げた私が支持率1を取らせていただいた若者協議会の投票された方の最大の関心事、ジェンダーとか環境問題とかいろいろ選択肢があったんですが、全てを脇に押しやって一番10代の皆さん、10代の皆さんの最大の関心は何か、圧倒的に年金など、ね、将来の年金制度であると言ってるんですよ。いや本当ね驚きました。10代の子たちが日本の年金制度を心配させてしまっている。それは2つあると思うんです。一つは将来50年後80年後に自分たちが安心して暮らせるのかという、若干その、お年寄りの不安、お年寄り的な不安もあるけど、もう一つはね今の年金制度を負担しているのが現役世代だからですよ。現役世代、大学行ってそして奨学金で借金をして、そしてまた社会に出たらたくさんの社会保険料に押しつぶされる人生、そういうことに若い人たちは本当に敏感になってるんだな、私は痛感をしましたね。自民党に今の年金制度を変える力はありません。皆さん、なぜ自民党にできないかご存知ですか。自民党はね、北は北海道から南は九州沖縄まで全国の豪族たちが作った政党なんです。全国の豪族、全国の豪族っていうのは私の命名ですけど、要するに今権力を握っている人たち、今お金をたくさん持っている人たち、今力を持っている人たちが今持っている力を維持したい、現状を守りたい、保身、現状維持をしたいという人たちが作っているのが自民党なんです。だから自民党、亡くなられた安倍元総理、あるいは1年で退陣を余儀なくされた菅総理、みんな自民党の中では改革派です。自民党は改革派の総理大臣が誕生しても党を挙げて足を引っ張る。そして改革いろいろありました、家計学園とか。しかしね、あの取り組みはやり方はいろいろ議論があるかもしれないけど、岩盤規制に穴を開ける大変な戦いだったんです。でも自民党の中では改革派が負けてしまったんです。だから私はね、私たち日本維新の会はね、もう自民党に新しい年金制度、新しい社会保障制度、新しい経済活力のある経済成長、新しい安全保障を作ることは絶対にできない。彼らは現状維持なんです。だから10年前、12年前にどの宗教団体にも、どの経済団体にも、どの労働組合にもお世話にならずに、まさに国民の皆様、住民の皆様の手でふわっとした民意と橋本さんおっしゃったノイジーマイノリティという声の大きな業界では、声の大きな宗教団体、数は少ないけど影響力は大きい、それが統一教会でした。人数は大したことないんです。でも怖いんです。だからそういう宗教団体、いや創価学会はいいんですよ、表で言ってるから。政治と宗教のポイントはね、表に出すことなんですよ。公明党創価学会は政治と宗教の関係の理想です。あれが理想なんです。創価学会を隠していない。なぜ自民党と統一教会が悪かったか、隠してきたからじゃないですか。話がそれましたが、私たち日本維新の会はそうした自民党にはできない、もっと透明で公正公平な社会を作りたいんです。
もっと透明で公正公平な社会、だから私は政治家も透明で公正公平にやる、政党も透明で公正公平にやる、そうでなければ自民党を押し倒して、自民党には絶対にできない、もっと透明で公正公平な社会を作ることは絶対にできない、そういうことを私はこの10年国会議員として訴え続けてきたし、これからも訴え続けていく。どんなに私がね、国会で本当のことを言うとね、どんどん私の小選挙区の票は減るんです。小選挙区っていうのはね、普通にいい人やってると一番票が増えるんです。しかし日本の新しい道、新しい社会保障、新しい安全保障、新しい原発エネルギー政策、これを打ち出していくためには戦わなければなりません。自民党と既得権と戦って勝ち抜かなければならない。だから私は、私のその思いがまさに若者協議会の話を申し上げた。もう一回言います。私は得票率トップでした。もう一回拍手をお願いできますか。皆さんね、若い人の支持はね、まさに10年後20年後のご支持なんです。日本維新の会がこれから、日本維新の会がこれからまさに自民党の向こうを張って、そして日本の柱になっていけるかどうかは、まさに未来を作れるかどうかにかかってるんです。年金制度は私の構想で必ずできます。今の年金はぶっ潰して、基礎年金はやり直し、もう一回新しい最低保障制度を作ります。若い方々も安心して暮らせる教育無償化の所得制限はなくします。原発の高レベル放射性廃棄物の最終処分は、自民党みたいに電力会社に丸投げするんではなくて、国が責任持ってやります。安全保障、日本維新の会は2015年安倍総理の時に作った平和安全法制、あれは広すぎると言って反対をしました。要は自民党よりも抑制的だったんです。しかし2月の核兵器国ロシアのウクライナ侵略で世界の秩序は変わったんです。私は日本維新の会、公明党と連立を組まざるを得ない自民党にはできない、もっと自民党よりも積極的な、タブー視しない、専守防衛とか非核三原則とか、どんなイデオロギーも私は国民の生命と財産よりはね、タブーはないと思ってるんです。大事なことは日本の繁栄、大事なことは国民の皆様の生命と財産を守ることです。領土領海領空を守ることです。そのためにタブーなく、自民党が公明党に足を引っ張られている中で、しっかりと日本の未来を守れる、国民の皆様の生命と財産を守れる、そうした当たり前の安全保障、安心の社会保障、そして国民生活を守ることができる原子力エネルギー政策、そうした3つの政策をしっかりと前に進めていけるのは、今回の3人の中では私ただ一人です。突破力、発信力、そして政策力で必ず皆様のご期待にお答えをしてまいりますので、ぜひ皆さんご支援お願いします。最後に、今夜、明日が最終日です。一般党員の方は明日が最終日、今日の夜22時、今日の夜10時からオンライン大集会を足立陣営開きます。 Zoom、 YouTube、 スペース、 Twitter スペース、3つを同時に動かして、しっかりと今夜最後のオンライン大集会開催をしますので、最後の最後まで足立康ご支援をお願いします。頑張ります。ありがとうございます。